さあ始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組です。今回の企業は三井情報さんです。三井情報さんと言いますと、ご存知三井物産グループの SIR です。企業を支える IT サービスを提供している会社なので、どうでしょうか。イメージは私最先端を行ってるようなイメージなので、実際のところどうなのかたっぷり聞いていきたいと思います。というわけで改めて今回のゲストご紹介です。三井情報から菊池さん、そして荻窪さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。じゃあまずは自己紹介をお願いできますか。菊池さんから。はい、趣味も教えてください。わかりました。三井情報株式会社の菊池と申します。はい、私は新卒でこの会社に入社いたしまして、今4年目になっていて、4年間ずっと営業をやってきたので、営業目線で今日はお話できたらいいなと思っております。で、先ほどいただいた趣味なんですけども、私はドライブが好きなので、自分で車を持って土日とか平日仕事が終わった後に都内をドライブするっていうのが今の楽しみです。いいですね。はい、今日はよろしくお願いします。それではお隣荻窪さんにもお願いします。はい、私三井情報人事担当の荻窪と申します。菊池さんと同じく私は転職で入社をしまして、4年目になります。で、趣味なんですけれども、何年か前に結婚しまして、今は土日に料理を結構やるので、最近はそれのレパートリーを増やすとかっていうのが結構趣味かなと思います。最近うまくいった料理お願いします。麻婆豆腐。あ、麻婆豆腐いいですね。ゼロから作りました。さあ、というわけで改めてよろしくお願いします。さあ、ここからはさらにいろいろと深掘りしていきたいと思います。まずは今回のトークテーマ見ていきます。こちらです。さあ、5つご用意しました。お時間許す限り聞いていきたいと思います。早速1つ目の質問、こちらです。さあ、三井情報だからこそできることって何ですかということで、ICT の分野におけるリーディングカンパニーですけれども、さあ、三井情報だからできること教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、だからこそできるって言われると結構難しくて、正直考えてきちゃいました。はい、でも考えてきてくださったんですね。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。そうですね、やはり先ほど会社説明の中でもいろいろとお話をさせていただいたんですけれども、いろいろな業種業界に向けた多岐にわたる案件がたくさん広がっているっていうところが一つ大きいポイントかなと思っています。っていうのが三井情報のこの会社の成り立ちなんですけれども、はい、冒頭から申し上げている通り三井物産グループのもともとは IT 担当会社みたいな、立ち位置からスタートをしているんですね。ですので言ってしまえば商社向けの仕事をしかしてなかったっていう時代があるんですけれども、そこからこうやって大きく成長させていただく中で、合併を過去何度か繰り返してきてまして、はい、で例えばネットワーク専門の会社様だったりとかバイオだったりとか、いろいろな専門知見を有する会社様と一つになってきたという歴史がありまして、なのでそこからいろいろな案件に向けて三井情報一社でいろいろなことができるっていうことが広がってきたので、そういったところが大きな強みになるかなと思います。先ほどの説明でも商業サービス、金融とかね、不動産とかもかなりたくさんありましたし、そのバランスがとっても良かったですよね。そうですね。はい。やっぱりああいうところが一社にガッと固まってしまうとですね、なんだかんだそれしかできないじゃんっていうふうになるとは思うんですけども、三井情報はそこが良くも悪くもというかまばらに散っていますので、本当にいろいろな学部学科の方というか見ていただければいい会社なのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。もう一つ三井物産グループというところでしたけれども、そもそもは三井物産向けのお仕事がっていう成り立ちですよね。そういう意味では今内販とその他の外販っていう意味ではどれくらいの割合になってるんですか。はい、比率的には内販が 20%、外販が 80% っていう形なんですよね。なのでもちろんその親会社向けあるいは各種グループ向けの仕事っていうものがありますので、いきなり仕事がゼロになってしまうということはない会社なんですけれども、一方で外販 80% っていうところが世の中の新しい案件とか今求められている最先端テクノロジーみたいなそういったものを使う案件が 80% ありますので、そういう点でも新しい成長がどんどんできるっていうところはポイントになるかなと思ってます。はい、ありがとうございますね。それもバランスがいいなっていうふうに私感じます。した。はい、さあそれでは次の質問いってみましょう。こちらです。さあ攻めと守りの二刀流って本当ということで、これはビジネスとしてということでしょうかね。どういう。はい、そうですね、この攻めと守りっていう表現を結構何年か前から密輸情報させていただいてます。で昨今だと多分これをひっくるめて DX って言い方を最近はしてきてるんだろうなと思うんですが。